ピアニスト大のうますぎ僕天才プティ。この番組は聞いていただいている方々のご好意によって放送させていただいています。ハローグッドモーニング、おはようございます。ピアニストのダイです。今日は11月11日水曜日、朝7時を迎えました。5月から始めたこの放送も今日で26回目の放送となりました。毎週水曜日のこの朝7時にラジオとして投稿していきます。平日のこの時間帯は皆さん学校に向かっているところだったり、通勤中だったり、お家のことでお忙しくされていたり、もしかしたらまだ寝てる方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな中もしくはちょっとした時間に聞いていただけたらとても嬉しいです。前回のプティラジで短い秋もあっという間に終わりを告げることになりそうですと言いましたが、ものの見事に終わりました。秋、札幌も初雪が降りました。山の方に行くと結構積もっているところもあるみたいです。部屋に暖房を入れ始めました。ショッピングモールにも早くも大きなクリスマスツリーが出現しました。北海道はコロナが猛威を振るい始めていて、また自粛生活が再開しました。今年久しぶりにやろうとしていたクリスマスライブも残念ながら中止することになりそうです。なので今年のクリスマスライブは皆さんでワイワイクリスマス配信って感じになるかもしれません。どうかな。さて今日の朝の一曲は、久しぶりにジブリ映画からお届けしようと思います。割と僕の演奏する曲は有名ではないものが多いので、たまには誰もが知っている曲にしようと思ってこの曲にしました。それではお聴きください。映画魔女の宅急便より、母さんのほうき。Thank you.
かがだったでしょうか。いつも選曲に悩むのですが、今回はいろんなものに凝りすぎることなくシンプルに演奏するという原点に帰って選曲してみました。それでは今日もドイツ語の名言を一つご紹介します。 Ungeduld dich nützt nicht. Bedauern ist noch nutzloser. Frustration erhöht Fehler und Bedauern schafft neues Bedauern. 焦ることは何の役にも立たない。後悔はなおさら役に立たない。焦りは過ちを増し、後悔は新しい後悔を作る。ゲーテの言葉です。何か過ちや悪いことが起きたときに、人間はどうしてもしてしまったことを悔やんでしまいますが、後悔が功を奏すのは、その後自分が行動してからしばらく経ってからの結果であって、今すべきことは落ち着いて最善の手を見つけることです。昔将棋やオセロにハマっていた時に、いわゆる悪手を指してしまって盤面が不利になった時に、なんでこんな手を打っちゃったんだろうと思い、その後悔に引きずられて局面がさらに悪化し敗北するということがよくありましたが、人間だから握手を打つことがあっても焦らず、次の一手をできるだけいいものにするということが大切だなと思えたことは、そのまま人生にも言えるんじゃないかなって思います。人生大体すべてのことが思い通りにいかないもの。焦らずいい結果を引き寄せる思考と行動が大事です。ヨーロッパにいると朝のさよならの後には決まって良い一日になりますようにと付け加えます。今日もドイツ語で僕も言ってみたいと思います。皆さんの今日という一日が素敵な日になりますように。 Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss, Papa. それではいってらっしゃい。